山セリカです。今回はヒカキンさんの生誕祭のチャレンジでもありますので、虎の遺跡を1階から5階までやりたいと思います。アウチ系はね、とりあえず集めてましたので、ちょっと遅れての挑戦になりますが、行きます。いや、同風だったかな。お正月に、1月に虎の遺跡来てて、そこでクリアしたっきりなので、あ、スキー間違えた。いや、ごめんなさい。待って。初日にゲットしたベビーヒカキンで虎の遺跡を登る予定だったんですけど、いやごめんなさい、一回だけ米粒ちゃんで、すいません、お許しください。これが来てるんだ、これ落雷で鉄球がなくなってたんですよね、確か。いやね、鉄球がないだけだいぶありがたいんですけど、このステージちょっとゴリラの周りがね忘れちゃった。どういう風だったっけ、行ってから行った方がいいね。いや、ベビーヒカ、違う、チビヒカモアイペットは連れてきたんですけど、今回のチャレンジャーね、全部ベビーヒカキンさんでやろうと思ってたんで、危ない、来てる。いや、鉄球がないだけありがたい。ごめんなさいね、一回だけちょっと米粒ちゃんでやり直せばいいんですけども、やっちゃいます。もう一回なんかクリアして取り直すのも、なぁ、ちょっとこれだけお許しいただいて、2回からはベビーヒカキンさんゲットしたのでね、それで虎の遺跡を登りたいと思います。いや、難かった記憶があるんですよ。全部この落雷。あと1個だ。鉄球がないの大きいですね。鉄球がないのはだいぶありがたい。いけるかな、ちょっともういけるだけいきます。チケットはね全部使わずに、待って、どうだったっけ、危ない。 OK、 いきます。このままちょっとゆっくりいこう。いけるんじゃないか、これでいけそうな気がする。ゴリラ、まあ危ない。散々やりましたからね、ここも。よし、いける。ごめんなさい、米粒ちゃんですが、とりあえず1回危ない。今危なかった、踏んだし、なんか来てたし、危なかった。あ、よかった。とりあえずは1回突破でございます。2回からやばかったんだよな。1回もまあまあやばいけど、はい、ありがとうございます。じゃあどんどんちょっとスキンは変えてね、行きたいと思います。かわいい。ちっちゃくてかわいい。ちょっとサイズ的にね、これでいけそうなので、すいません、2回からにはなっちゃいますが、虎の遺跡、あ、ここでもねスキン変えれるっていいですよね。名前もここで変えれる、ここでスキンも変えれるって結構やりやすくなったかもしれない。落雷でしょ。あ、そうか、そうだ、遺跡だから鍵探すんですね。ここのステージもスイッチじゃなくて鍵を5つ。はい、じゃあベビー、あーベビーヒカキンさんに行きたいと思います。ここのステージも散々やりましたけど、この鍵を探すパターンと、危な、落雷をね探すパターンは遺跡でしか味わってないので、あれ以来ですね。やばいよー、やばいよー。あと2つ。ここはダミーとかあったっけ、あるわ。え、鬼どこ、鬼そこ。怖い、待って、ほんと怖い。割とやっぱ小さいから、あー、ごめんなさい。やばい、死んだ、やばい。いや、ちゃんとやります、すいません。うわ、分かってるのね、配置とか分かってるんですけど、鬼の周りちゃんとチェックして、黄色いのね避けたいと思います。この点々が急につくのがめっちゃ怖かったの思い出した。まだ、そうか、ステージはそのままなんで、お正月のこのお餅、1月ヒーヒーでやったな、年少マジで。危ない。次は、虎の次はうさぎ年なんで、うさぎの遺跡とか絶対なんか来ちゃうのかな。やばい、あと1個なかった。上かな、上にもあったっけ、財宝。お腹が鳴った、ごめんなさい、聞こえてたらごめんなさい、こんな時にお腹を減るんだ。あるかな、あった。あー、よかったー。行きまーす。気を抜くな。はい。OK。ベビーヒカキンさんで、虎の遺跡2回、突破しまして、ありがとうございます。いや、死んじゃった。はい、じゃあ続けて3回もこのまま、行こうかと思います。はい、それでは、スキンそのままで、ベビーヒカキンさんで、虎の遺跡3回、行きたいと思います。いや、ここもね、散々やったんですけど、虎の遺跡のこの落雷バージョンは、本当に1月だけだったので、怖いな。いけるかな、このスキンで。とりあえず、同じルートで行きます。ここ避けるでしょ、取る。で、鉄球行ったから通る。危ない。取る。で、ここはもう一気に行っちゃって、この隣で私は2回待ちます。前のやり方だと、1回待って、また左から来るので、あー大丈夫だった。これを避けて、で、ここを通り、ここも大丈夫、通り、この辺で待ってたっけな、あ、
って頭かするなこれ。はい、すいません、死んじゃいました死んじゃいましたけど、このベビーヒカキンの頭の上かするなこれ。なんだろう、通常スキンサイズと同じ判定だ。ちっちゃく見えるからいけるかなと思ったんですけど、危ない。でここで待ちます。2回このヒカキンさんの頭のもう1個分当たり判定ありますね。なんかさっき、あ、これ大丈夫なのね。でもう1回いったら、なんか頭かすったら死んじゃったよ。やばいかもしんないスキンこのスキン、ニケちゃんとか米粒ちゃんで当たる。いやすいません、いけなかった2回もダメだった。もう1回いきます。ここで2発分気持ち待って、これで避けるでしょ。でこの子の頭の上がかする判定が危ないので、ちょっとその辺気をつけないといけないかもしれない。でここはもう止まらず行く。でここで待つ。で2回待ってやり方でもう1回やりたいと思います。左から来るのを、これ大丈夫でこれで待って、行ったね、鉄球行ったの見て通る、これも行ったから通る。でちょん触ってすぐ上がって、この真ん中らへん、オッケー、もう財宝揃った。この真ん中らへんで待って、行っちゃいます。もう財宝は無視して揃ったので行っちゃいます。ここも行っちゃいます、オッケーちょっとね、鍵の運が良かったんですけど、よかった、行けた。危なかったね、落雷注意。あと真ん中らへんは、あのほんと中央らへんで待ちながら行った方が、攻撃はそんなに多くないんで落雷の注意なんですけど、真ん中らへんですね、待てば多分行きやすいと思います。はい、それでは虎の遺跡4階をベビーヒカキンさんでやっていきたいと思います。いや結構どうやって待ってたかな、左だったかな右だったかな、ちょっと記憶が怪しいですがとりあえず行きます。まず下に降りてって、いつもだったらまた戻って下から右回りで行ってたんですけど、そうなんですね、9個なんですよ鍵が。で結構ね、左側もチェックしないとっていうとこだった気がするので、こっち側ね攻撃多いんですよ確か、ふわっと出てくる、あるあるある。ここも見ちゃって降りてったかな、ここ怖いんですよ。 OK 行った。どうする、これで降りてったか、もう一個上上がって上から回ってったかな、どっちいや2回目来た。あー待ってよ、やばいぞ。下降りて左側回って上に行くか、降りて戻るか、どっちだったかな、行っちゃうか、上から行っていつもと逆走回りして右側の下行ってみたいな感じにしてみようかな。忘れちゃった、もう必死だったから。でこの急に点がつくのがめっちゃ怖かった記憶は思い出しました。床にこの点がパッとついて、え思い出したさっき3回の時に気づいてたんですけど、このヒカキン、ベビーヒカキンのスキン、頭もう1個分ね当たるんですよ、当たり判定があるので。通常サイズのこの1サイズのスキンと全く一緒なんですよ、小さく見えまして、ニケちゃん、米粒ちゃん、アオハムちゃん系かなと。わー、あったわー来てたわー、やばいね、やばいかもしんない4回で、スキンを間違えてる、間違えてるっていうか、まあこのベビーヒカキンさんでクリアはしたいけど、当たり判定を考えないといけないっていうことが分かりました。頭もう1個分は当たるので、さっきも死んじゃったのでね、あのミニスキンサイズでっていう風の使いやすさではないですね、遺跡向きではないというか、もう普通の人サイズと同じサイズの判定だった。頭見えないとこでかすって死ぬっていう、さっきありましたけど。でここで降りてって戻った方が攻撃的には少ないか。よし、あと3つあった、いるんだな、いるんだな。で点々が怖い、急についたら死ぬやつ、ここもそうかな、あった、もう一個ねえ、やっぱそうか、はい、落ちましたリトライ消えました。なのでちょっとこれもやりたかったことで、名前をね変えるとなんかもらえますよってコメント結構いただいてて、今ヒカキンさんの生誕祭なので名前を誕生日に変えて遺跡の方をやったらどうなるか、報酬がもらえるのか含めて急遽チャレンジしたいと思います。どっかで出てたんですかね情報が、コメントでね名前誕生日ですよっていくつかいただいたので、もうちょうどアプリも落ちちゃったので、でここで名前変えられるのは結構やりやすいということで、4階の途中ですが行きたいと思います。さっきのやり方で行こうかな、左に降りてって左側チェックして、いつもと逆走で右に行って、右側降りてって戻る、これでいきます思い出した、自分の動画見てくればよかったなと思いつつ、もうこれで行けちゃいそうなので行って、誕生日っていう名前で、まあ、死んでももらえるかな、クリアしなく危なかった今、息が止まった、多分あの危な、死んでももらえるとは思うので、名前をとりあえず
誕生日っていうのに変えてやってみようかと思います。怖い怖いよ、ここ逆走めっちゃ怖い。いるかないるかな、点々怖いな、点々が怖い。よし、鬼がいなければいいんですけど。 OK、 あと3個。点々怖いな、点々、点々怖い急に床に点々つくのめっちゃ怖いな、これ。だって運だもん危ない危ない。お尻は大丈夫ね、頭1個分要注意ですね。ヒカキンさんのこのベビーもベビースキンで収まった。行きます、下降りずに済んだ。よし、このまま行こう、ゆっくり行こう。ちょっと死にたくないな、さすがに。ここまで来たら声はかすれております、すいません。今日たくさん喋って花粉症もまだ続いております。待って、死にたくない、本当に。いけるかな、いけるかな、あ、いけると思う。よし、 OK、 あー、よかった。4階から解放されますありがとうございます。ということで、とりあえずは、名前をお誕生日にして突破しまして、あ、 OK、 突破しなくても多分もらえてたと思うんですけど、ジム150個、大きいアナウンス出てましたっけ。ちょっとね、これも教えてもらったので試しまして、もしまだの方いましたら、遺跡でも多分要塞でも百サバでも、まあ下手したらガチバトル青逃げ5でも1プレイでもらえるかもしれないってことですね。はい、ジム150ありがとうございます。そして4回も突破いけました。はい、それでは名前も戻しまして、いよいよ5回挑戦したいと思います。どういう風だったっけ、もうそればっかり言ってる。はい、来ました。ね、落雷があるのと、いやもうスキン設定間違えたな頭1個分ちょっと当たり判定あるので気をつけてやりたいと思います。あー、こういうことだった、思い出した、やばいかもしれない。いや、やばいかもしれないしれっと来ちゃったけど、5回結構苦戦したような気がする。思い出した、ねどういう風で待ってたかな。ちょっと今も行き当たりばったりで撮影始めちゃったんですけど、一番最初に会ったマスタードラゴンチャレンジとか青の塔の30回の時は、この下の石像を左で上の石像を右に持ってって確かクリアした記憶があるんですけど、ですけど、うん、なんだかな、別の時はこの下の石像を右に上の石像を左に下ろしてクリアした時もあったんですよ。それは何の時だったかな、これだったかな、ドゥンだったかなと思って今違うかなと思いつつ、とりあえず1個乗せれたんでこのままやっちゃいたいと思います。やばい、これさ、石像を押した後にこれね、この燃えてるやつがあるのが一番怖い。鍵やつ、いやー、どうやってやってたっけ、忘れてしまった。あー、あったわ。やばいよねここ今ね、下の石像を右には持っていけて、上の石像を今左に運ぼうとしております。さっきこの辺でやられちゃったんで、あ、怖いな、あるな、あるな、どうやってクリアしてたっけ、あー、やばい、ねえ待って、チケット死んだ、やばいな、いけるかな意地悪、こんなとこに、どうしよう、とりあえずこのパターンでいきますか。1個石像押せたんでいいかな。ただ今使ってるベビーヒカキンさんスキンは何回も言って申し訳ないんですけど、チビサイズではないスキンですね。ミケちゃんとか米粒ちゃんとかテントウムシとかというチビサイズではなくて、一サイズ通常スキンサイズの当たり判定があるので、頭1個分かすったら死んじゃうやつです。でもやる、これでやる、とりあえずどっちにしろね、ドゥンチャレンジって言ってドゥンでもやらなきゃいけないし、チャレンジで言うとマルオちゃんもふこちゃんでも5回はやんなくてよかったかな、なんか別の回は挑戦しなきゃいけないのでね、ちょっと米粒ちゃん離れもしないと。あー、ダメなんだこれ、やばいな、いけるかな今日中に焦ってきた、ちょっとリトライ9回のうちにねやりたいっていう感じでやってるんですけど、チケットももう危ないよひどい、なんか下ろせないな、こっち側できなくなっちゃったな、あるよね、あーあー、いやなんかすっごいやばい、すっごいやばいな、こっち側ができないな、むずい、頑張れ、やばいやばい、なんか避ける場所少な、よいしょ、いいね、ないね、ないない、来た、
オッケー、ないね、よしよし、ないない、あった落ちましたチケット消えちゃったので、とりあえずその間に以前1月にやった時の自分の虎の遺跡5回の自分の動画見てきました。クリア動画、なんとね、やり方が違った今までね、今も苦戦してて、この石像を左に持ってって上の石像を右に持ってって全然できなかったんですけど、自分の動画見たら下の石像を右に持ってってたそうかと思って、今度それでやってみよう。上をね、右に下ろしてたらなんかもう行き詰まっちゃってて、この下を右に行きます、で上を左に置くでやってみます。まあどっちでもいいかもしれないんですけど、なんかそっちでクリアしてたのを見てきてしまったので最初から見ればよかった。危ない、難しいよね、ほんとここ見るもの多すぎて。よし、とりあえずもう行っちゃうか。もうあちこちやってた気がする、その時もなんか混んできたら反対側行くみたいな時間はまだあるのでね、ちょっとね、せっかちなんで一個一個ちゃちゃちゃってやっちゃいたくなっちゃうんですけど、ここはねちょっと心を慎重にしないと永遠にクリアができないっていうことに気づいてた動画だったのでそれを見習ってちょっと慎重にやります。いや、このスキーね、あのほんと何回も言って申し訳ない、当たり判定が一サイズだったので、でもそれで頑張んなきゃっていう感じです。いずれズンでやらなきゃいけないしなと思いつつ、よし、この辺の財宝もねチェックしながら、混んできたらもう他のとこに行こうっていう感じの精神で行こうと思います。よし、取っちゃうか、この辺もね。あと、あ、揃った。じゃあ、あとはもう石像運んで、スイッチ踏んで、に集中したいと思います。ゆっくり来い、ゆっくりね。よし。もう一個ぐらいかな。あ、ねえ、間違えたー。やばい、今動画がめちゃくちゃ長くなりそう。ミスったやつも、省けばいいんですけど、とりあえずはまあ、何個か失敗したのもね、乗っかっちゃうと思うので、喋りながら全部やりたいと思います。もうやり方はこっちでいきます。さっきももうちょいだったので、下の石像を右側で、上の石像を左側に置くパターンで、クリアまでなんとか行きたいな。もう一個の方はね、まだ手つかずです。ヒカキンさんの要塞は、まだ手つかずなんで、まずこっち終わらして、やろうかなと思います。一気にできなくて、データもなんかパンパンになってきちゃって、編集が溜まっちゃうとね、本当に私頭混乱しちゃうので、とりあえず一個ずつ。あー、失敗！もう一個かな。待って待って、どうしようどうしよう。来てるねー。え、こっちの方がやりやすいな、多分。よし、こっちが攻撃少ないからね、右側は。オッケー。あるよー、あるよー。いるよー。あー、ちょっとゆさゆさしてかく乱しつつ。オッケー。オッケーオッケーオッケー。はい、3個目。ゆっくり行こう。混んだらちょっと離れる感じで行きます。やっちゃいたくなるんですけど、私も。一歩でも、えいって押したくなっちゃうんですけど、それをちょっとぐっとこらえて、避けに行くっていう精神がないと私は多分クリアできない。あるよ、あるよ。あとはね、押した石像の跡地に、点々があるかないか、だけですね。避けるよ、避けるよ。当たりたくない、本当に。いや、5回苦戦してるわ、本当。早く動画見とけばよかった、自分の。クリア動画。当てないよね、ないよね。怖い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 。ないよね。よし、これで。いくよ。クワクルー、避ける。ちゃんと離れよう。本当に押したくなっちゃう。一歩でも押したくなっちゃう。キュッと。それをこらえます。こらえる練習です。あれあれ怖い。よし、取っちゃう。あと一個。下になきゃいいな。そこで揃うといいな。そうするとだいぶ楽。いるね。いるんだな。危ないよ。消えるかな。よしよし。来てる。オッケー、揃った。はあ、待ってよ、ちゃんと。これがね、見えなくなっちゃうから、ちょっとお待ちください。ゆっくり、ゆっくり。怖いって、本当に死にたくないんです。ここまで来たら。やばい、ちょっと、ドキドキしてきた。バクバク。バクバクする。来ないでね、来ないでね。気をつけてよ。自分に言う、大きな声で。よし。あとは向こう側のスイッチを押しに行って駆け上がる。で、クリアがいけるはずなんで。あともそれだけ。スイッチを押すだけ。避けるだけ。石像終わった。
聞けるかな。ちょっと行っちゃいたいよね、ここまで来たら。そこまで、もうめんどくさいんですよね、これ長いから。めんどくさがりが発動する。オッケー、来ないでね。よし、登りますよ、最後。慎重に行こう。慎重に行こう。また一からやるの、ちょっとやだ。行くよ、時間も結構やばい。青霧は大丈夫ね。いけるかな。よし、いける。いけたー。苦戦した、5回。ありがとうございます。いやーもうね、これをドゥンでやらなきゃいけないっていう、いけるかな、まあ、挑戦はしたいなとは思いますが、とりあえずはストレートに1回から5回クリアということで、はい、ありがとうございます。じゃあ報酬受け取ってもろもろチェックしていきたいと思います。あーきつー、きつかった。はい、ということで、こちらのチャレンジで言うと、ヒカキンさんの試練の方で虎の遺跡がまずクリアしたので、ゲージ1個埋まりましたので、また次回以降ヒカキンさんの要塞の方もチャレンジをしてスキンチェンジまで行きたいと思います。ちょっとゆっくりめで申し訳ないんですが、やっとです。ありがとうございます。はい、それでは報酬を受け取ります。トラマルオくんと、あとはこのスキンを使ってチャレンジがありましたよね。1回と3回を2回ずつだったかな。一応スキンチェンジは終わってるんですけども、チャレンジは青ゼニがね9999枚だったかな。進化の書、これもありがたい。あー、やってよかった、ありがとうございます。でドゥンが2体目になりまして、ただスキンチェンジするにはあと1体必要で、今回もチャレンジをやらないと多分スキンチェンジいかないかな。虎の遺跡って復刻がもうなさそうなんでね、ちょっと怖いのでチャレンジはしたいと思います。ということで、今回は長くなりましたけども、虎の遺跡を1回から5回まで、2回からベビーヒカキンさんでチャレンジをしましたという感じと、あとは名前を誕生日に変えると報酬ジェム150がもらえるという情報をいただいたので、虎の遺跡で挑戦したところもらいましたという感じです。なのでまた次回以降また挑戦したいと思います。ということで、長いこと見ていただいてありがとうございました。よかったら他にも動画をたくさん出しておりますので、ぜひチェックしてみてください。で、まあなんかセリカさん頑張ってたねって思ってくださった方、グッドボタンや高評価、チャンネル登録などで応援してくれると嬉しいです。それではまた、バイバーイ。